時刻7時48分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは筑波大学システム情報系准教授掛谷秀樹さんです。掛谷さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。作家で元東京都知事の石原慎太郎さんがお亡くなりになりました。89歳でした。石原さん、1932年の神戸生まれですね。一橋大学在学中に、太陽の季節小説、これを書いて芥川賞を受賞しました。でその後も作家として、数々の小説を執筆し、弟の裕次郎さん題材にした弟、こちらはミリオンセラーとなりました。政治家としてはですね、1968年に参議院選挙に初当選し、1972年衆議院選挙に転じ、環境庁長官、運輸大臣を務め、1999年には東京都知事選挙に出馬し当選しました。4期13年余りの都知事在任中には、東京都の財政健全化、あと排ガス規制などの環境対策に力を入れたほか、東京マラソン、国際的なイベントに育てました。石原さん、2012年都知事を辞職して再び国政に返り咲いたんですが、2年ほどで引退し、その後作家として活動を続けていました。掛谷さん、石原慎太郎さん、何かと話題に上る人ではありましたね。いろいろ賛否あるのかもしれませんけど、やっぱり私、石原さんで一番思い出すのは、やっぱり2011年 の、あの東日本大震災で、都から要するにレスキュー隊が来ましたよね。で、あの福島第一原発で放水活動で、本当にあれがなければ我々はここで暮らせてるかどうかもわからないわけですよ。で帰ってきた時に、涙ながらに本当にありがとうございましたっておっしゃった、あのシーンは本当に忘れなくて、やっぱりあれですよね、福島第一原発の職員とか、あるいはレスキュー隊とか、あるいは自衛隊がもう命がけでやっていただいたおかげで今我々のこの生活あるっていうことを、この機会にやっぱり忘れないでおきたいと。それでそれに対してちゃんとお礼をおっしゃったのが石原都知事で、何の医療の声もかけなかったのが当時の首相の菅直人さんですよね。それをやっぱり忘れちゃいけないと思います。で韓国の聯合ニュースですが、1日日本の極右妄言製造機が死亡、この見出しで石原慎太郎さんの死去を速報したといいます。連合は、石原氏が都知事時代に日本の再武装など保守層を刺激する論理を展開する手法で日本の保守右傾化を主導したと主張しました。三国人、外国人の凶悪な犯罪が繰り返されており、震災が起きたら相乗事件が予測される、これ2000年ですね。あと慰安婦問題で日本にいる朝鮮人を強制した証拠がどこにありますか、これが2012年などの過去の発言を列挙して、韓国関連でも数多くの妄言をぶちまけたと伝えています。この石原さんの発言、確かにこのいろいろ過激だったというものはあるけれども、極右妄言製造機っていうのを、これをそのメディアが言うというのはどうなんでしょうね。それはそういうものの見方をする人もいるということで、ただ一言言うと、私も韓国いろんな人知り合いでいますけど、左の人はこういう言い方をするんで、韓国にもそうでない立場の人もいるので、ちょっと一概にこれ全部韓国の人がこう思ってるという具合にはちょっと誤解しない方がいいと思います。全部ではない、全員ではないということなんですね。ですから、一部ではこういう、日本でも同じようなことを言う人いますよね。でそのいわゆるそのさっきのレスキュー隊に対するその感謝の言葉とかいうことには全く目を向けないような日本人もいます。確かに言われてみればそうですね。あの映像というのは今回のこのニュースきっかけでご覧になってない方っていうのは、こちらもこう、そうだったなっていうものをこう呼び起こすとか呼び覚ますような映像ですよね。そうですね。あの時に都知事に報告した佐藤総隊長は、実はあともう2人の方と独自に記者会見もされたんですけど、その記者会見も私は本当に泣きましたね。退院のことを常に思ってるって感じで、
本当にこういうリーダーならついていきたいなっていう、やっぱり本当に現場で活躍されていること、本当に素晴らしい方がたくさんいるんだなっていうことをあれで知ることができました。はい、さて続いてはですね、政府が昨日の閣議で世界文化遺産への佐渡の金山、新潟県のこの推薦了解しました。同じ日にですね、ユネスコ国連教育科学文化機関に推薦書を提出しました。韓国戦時中に朝鮮半島出身者らへの強制労働があったと反発していて、平成27年に世界遺産登録された長崎市の端島炭鉱、通称軍艦島ですね、これを含む明治日本のこの産業革命遺産めぐっても論争となった日本と韓国、新たな歴史戦に臨むことになります。で、登録するかしないかというのはですね、ユネスコの諮問機関国際記念物遺跡会議、イコモスと呼ばれてますが、ここが1年以上かけて審査をします。で、記載不記載などの勧告を出して21カ国で構成する世界遺産委員会が来年6月から7月に決議をするということです。この佐渡のですね、金山、この世界遺産の推薦ですけれども、これどうなっていくのかってところですね。まあ、私は個人的には世界遺産で騒ぎすぎっていうのはあるんです。もちろんこれに登録されると一時的にその観光として、お客さんがたくさん来るっていうのはあるのかもしれませんけれども、ただ今こういう状況で、観光業っていうのもなかなか難しい状況でありますし、ちょっとなんかその世界遺産というそういうことだけに騒ぎすぎで、そういうものにとらわれず、もうちょっとその観光の魅力を伝えるような方策を考えてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、でこの佐渡の金山めぐってはですね、文化審議会が去年の末に登録に向けた国内候補というのを選出したんですけれども、この韓国外務省が強制労働をさせられた被害の現場だと即時撤回を求めました。これに対して岸田総理、1月28日本年申請を行い、早期に議論を開始することが登録実現への近道だという結論に至った、こういうふうに表明しました。で、歴史的事実などを国際社会に訴えるため、省庁横断型のタスクフォース、作業部会ですね、これを立ち上げる考えも明らかにしていたということですけれども、明治日本の産業革命遺産、これをめぐる日韓の問題というのもありますからね。これ強制労働がこうダメって言ったら、ピラミッドとか万里の登場とか兵馬俑とかどうなんですかね。兵馬俑ありますね。で、結局時代時代によってやっぱり価値観って変わっていくので、そういう意味で言うと、その強制労働の被害の現場って言ったら、今現在起きているウイグルはどうなんですか。で、韓国も比較的中国には日本と同じようにちょっと及び腰ですけど、強制労働が問題だって言うんだったら、やっぱりウイグル問題一緒にやりましょうよ。と私は思いますけどね。で、この佐渡の金山というとですね、17世紀世界最大の金の生産地で、江戸時代を通じてこの徳川幕府を支えた最も重要な金山と言われています。で、もう少し簡単に申し上げると、その各国にいろいろこの鉱山というのがありますよね。で、その各国の鉱山というのは、その機械化されていったというところ、でも日本のこの佐渡の金山というのは手工業っていうところで、独特のこの、このなんていうかな、働きというか動きというか、そのもう見せていた、そこが価値があるんだっていうふうに、これ日本の主張なんですけど、そういったことが言われてるようなんですかね。なるほど。ただ、その先ほどもお伝えした通り、このその今かけさんもおっしゃったみたいに、いや強制労働というこのツッコミが入って、でっていうところなんですよね。これね、やっぱり私、こう強制労働はやっぱり今の問題を、やっぱりそれについてはやるべきだと思いますね。そうだ、今の問題だ、今起きてる問題はこう止められますから、昔の問題は起きたことなんで、それは反省するべきは反省して、ただやっぱりその時代背景もありますからね。で、これまたいろいろこの意見がありまして、いや、あの江戸の時なんだから、佐渡の金山ってね、だからその韓国の人たちの強制労働って入ってなかったんじゃないのって意見もあるし、いや
や、これは江戸じゃなくて昭和までなんかこうね、一括りにするんだなんていう、こういう意見もどうもあるようでして、なかなか難しい問題ですね。なんかもうちょっとなんかこう、はい、歴史って文化っていうところにあの目を向けていただいて、政治的な議論にまあしないでいただきたいと思うんですけど ね、まあ、ただこれがだから出すのか出さないのかってなった時に、最終的には岸田総理もですね、いやこれはじゃあ出しましょうというふうにまあ決断をしたわけなんですが、じゃあ今後、先ほどもお伝えした通り、この1年以上かけて審査をする21カ国、ね、原則はこのまあ全員一致みたいなところが理想なんですが、3分の2ぐらいあればいけるみたいなことも言われてて、ただ今私の頭には掛谷さんがおっしゃった強制労働、今もあるのに、はい、なんでそっちやらないんだっていう、はい、それこそ政治的にはそれこそやるべき問題だと思いますね。はい、まもなく8時です。8時になりました。2月2日水曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。いい天気です。 4.7 度、北寄りの風が 4.1メートルになりましたね。湿度は 52% の浜松町。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日の関東平野部すっきりとした青空広がるでしょう。ただ北風が各地強まりそうです。空気の乾燥も続きます。火の元十分お気をつけください。一方北部山沿い雪が降りやすく、昼前にかけて大雪の恐れがあります。最高気温東京都心と横浜千葉で11度、埼玉10度の予想です。昨日と同じくらいですが、強まる北風体感温度を下げるでしょう。どうぞ暖かい服装でお出かけになってください。東京地方今日は晴れ、明日は晴れ時々曇り、関東全域ほぼ全域乾燥注意報です。また海沿いは波浪強風注意報が出ています。大雪風雪注意報が栃木県北部に出ています。今朝のコメンテーター、筑波大学システム情報系准教授掛谷秀樹さんです。改めて掛谷さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。掛谷さん、今度15日に火曜日ですね、夜7時から YouTube ライブで生配信をされますね、はい、私が配信というか、まあ、イベントのうちは別なんですけど、はい、で対談のお相手が内藤先生で、寺ちゃんファミリーの郵便学者の内藤陽介さんですね、はい、世界は2022年も不安定、はい、本当不安定そうですよね、今年も。そうですね、はい、まあ世界ではいつでも不安定って本を内藤先生が出されてて、じゃあもう今年どんな不安定になるんだろうということをちょっといろいろお話しする予定です、ね、そうですか、はいはい、新型コロナ、あと、中ロ問題とか環境規制、各国の選挙の行方、まあ、韓国の大統領選挙もあるし、フランスの大統領選挙もあるし、まあ、日本では参議院選挙もあるし、はい、選挙いろいろありますよね。今年かなり激動の1年になるんじゃないかなと思いますけどね。中間選挙もある、はいですもんね、はい、私は一番中間選挙注目をしているんですけどね、はい、はい、この中間選挙でもし、ま、あの民主党バイデン政権が、敗れるというかですね、はい、よろしくないとなると、もうレームダック、はい、死に体になるなんていうふうにも言われてますが、はい、まあ、私としては新型コロナウイルスの起源っていう話があって、はい、これ共和党が上下院を取れば、はい、かなりあの解明が進むと思うので、まあ、そういう意味ではちょっと注目してるんですけどね、はい、そうですか。とそんな話ももちろん出てくる、はい、その予定ですね、はい、てんこ盛りですね、はい、ちょっと話が本当終わらないんじゃないかなと。何時までとか決まってんですか。ちょっと私もわからないんですが、はいはい、実はこの前ですね、はい、同じ主催者で対談をしたことがあったんですよ、はい、その時は文字起こしだったんですけど、なんかもうずっと話してて、なんか3時間か4時間ずっと話しっぱなしだったら非常に盛り上がったんですけど、はい、まあ、内藤さんも掛谷さんもですね、いろんな面にこの造形深くてらっしゃるから止まらないですよね。いや私も内藤先生いろいろ教え
えていただきながらという感じなんですけど、はい、2月15日火曜日夜7時からですね、 YouTube ライブで生配信、世界は2022年も不安定、オンライントークイベント、かけやさんと内藤陽介さんでのこのトークイベントが行われる、はい、これどうすればいいんですかね。なんかそう、あの申し込みがあるので、多分あの今 の, あの名前でイベントで検索していただくと、はい、多分あの主催者のところ行けると思いますので、はい、世界は2022年も不安定 で,、はいはい、であと私と内藤先生の名前とかを入れると多分、あのつながると思います。そうですか、はいはい、あのぜひこれご覧になっていただきたいですね。さて、あともう一つ別のニュースで、法制審議会の部会、昨日この父をですね決める民法の嫡出推定、これを見直す要綱骨子案まとめました。離婚後300日以内に生まれた子供を前の夫の子とする、この規定の例外を設け、母が出産時点で再婚していれば新たな夫の子とすることが主な内容です。で、現行民法では婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に生まれた子は別れた前の夫の子とそれぞれ推定、検査などによらず父をいち早く確定して、この身分の安定を図ることを目的としています。で、離婚直後に生まれた子の父がですね、前の夫とは別の男性の場合も戸籍上は前の夫のこの子となっているわけなんですね。で、この状況を避けようとする母親が出生届をあえて出さずに子が無戸籍になるという問題が浮上しています。明治時代から変わらないこの嫡出推定の規定見直し、これを求める声が上がっていました。現行法の問題ですが、これ掛谷さんはどうご覧になってますか。いや、これちょっと記事を拝見すると、まあ、あのいわゆるそういう具合に自由にできる感じになってるんですけど、いわゆるその科学的な裏付けっていう話があまりなくて、はい、これは要するに結局昔と何が違うかっていうと、その科学的にこうある程度確定がまあ比較的早くできると、はい、かなりそのあの確実性が高いっていうことで、だそういうものに基づいてっていうことでもちょっとないみたいで、はい、本当だったらそういうようなあのせっかくこう現代になって明治と違って今っていうのは そういう技術があるってことなんで、そういう証拠に基づいてあの手続きをするというような形にするのが本当はいいのかなと思うんですけど、なんかこう例外規定があって自由に出せるような具合に読めるので、はい、本当にそれで大丈夫かなっていうのはちょっと心配ではありますね、はい、で、この要綱案では離婚後300日以内に生まれた子であっても再婚後に生まれた子であれば前の夫でなく新しい夫の子として出生届を提出できる例外規定を設けています。で、生まれた子とのこの お父さんと子供の関係ですね、これを否定する嫡出否認、この訴えをですね提起できる対象者も拡大、お父さんにしか認められていなかった訴えや、お母さんや子にも認めて訴えをですね、お父さん、これまでお父さんだけだったのを、訴えをこの母子にも認めて、この提訴期間を1年から3年に延長したという、このこういう見直しもあるようですね。多分この提起をした時にその裁判でそういう証拠に基づ続いて議論がされるという理解でいいのかもしれませんけどね、はいはい、まあ、ただでもこれ掛谷さん、あの科学的というご発言されましたけれども、はい、その他にもですね、まあ、これだけでは、解決はできてないんじゃないかという指摘もあるんですよね。その中の一つというのは、例えば、まあ、今回の改正で一定数の人はその無戸籍にならず救済されるようにはなるんだけれども、これが限定的だという、まあ、これ弁護士の意見もあります。例えば出産の時に親が再婚できていたかどうかで戸籍ができずにこの救われない子供も出てくる可能性があると、まあ、今の今度新しくなってもその出産した時に再婚してればこの今の再婚した方のことを認めましょうかというようなこの意見ですが、再婚してなかったらっていうこういうケースはまだ救われないという状況のようなだから、そういうこそまさに科学的に判定して父親と別定すれば、はい、そういう問題も解決できると思うんですけどね。そうですね、はい、まあ、そのあたりがだからまだこう煮詰まってないのかもしれないですね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。文化放送テラちゃん、おはようテラちゃん。
時刻8時14分です。今朝のコメンテーターは筑波大学システム情報系准教授掛谷秀樹さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、東京都病床使用率 50% 超。東京都内の新型コロナの患者用の病床使用率、昨日の時点で 50.7% となり、都が緊急事態宣言の発出の要請を検討するとしていた 50% を超えました。先月1日に 3.3% だった都内の病床使用率、感染拡大に伴う入院患者の急増で上昇を続け、先月17日には 20% を超えています。増加のペースがですね、さらに早くなり、 20% 超えてから1週間余り経った先月26日 40% を超えていました。そして昨日、都が緊急事態宣言の発出の要請を検討するとしていた 50% を超え 50.7% となりました。まあ、この緊急事態宣言の発令の、まあ、一応数字にはなったんですけれども、掛谷さん、このあたりはどうご覧になってますか？その 50% という数字の根拠が気になるんですけれども、はい、やっぱりその今その要するに感染の数がまあ増えていっていて、ただちょっとピークに近づいているような、はい、あの状況にはまあなってますね、数字を見ると、でそうするとこのまま、放置したときにやっぱりこれがこう 100% に近づくかどうかということをモデル立てて計算して、このままだとまずいということであればやっぱり緊急事態宣言ということになると思うんですけど、そうでないならば、まあ、それは必要ないということで、やっぱりちゃんとこう数理的にあの根拠がある評価をしてやるべきだと思いますね、はい、その50という数字だけを一人歩きさせちゃいけないと思います、はい。まあ、ですから今の掛谷さんのお話ですと、まあ、50という数字は上回ったんだけれども、もしこのピークが下がり始めていたとするならば、そこはまた考えなきゃいけないこと。もちろん、まあ、ピークが下がってもだんだんそのあの積み上がってくる部分があるので、はい、それを計算してそれがあの危ないかどうかということをちゃんとあの数理的に評価する必要があると思いますね、はい、はい。で一方、都の基準で集計した重症の患者、昨日の時点で29人、このうち都が確保している病床に入院しているのが28人、510床重症患者用のベッドは用意しているはずですから、重症患者用のこの病床使用率は 5.5% になると。重症者はですからこのパーセンテージ低いですよね。そうですね、あの、私あの、まあ、ちょっと共同研究で、はい、あの CT 画像とかあるいはその病院のインシデントレポートとかいうものを人工知能でこういわゆる分析するような研究をやってて、ちょうどあの共同研究先 の方と、先週お話ししたんですけど、まあ、その方も本当に現場であのコロナ の患者を受け入れている病院で働いていらっしゃるんですけども、はい、あのやっぱりあのデルタの時と明らかに違うと、はい、あの重症者非常に少ないというようなことを、現場の方もおっしゃってましたね、はい。でそのじゃあ東京都の小池知事ですね、どういうふうにあんな態度でいるかというと、オミクロン株の特性を見極めて対応する必要があり、専門家の意見を聞き国と連携しながら検討する必要がある、まあ、こういう考えを、まあ、示しているわけなんですが、これはどうでしょう。なんかこの方はなんかいつもなんかこうパフォーマンスが自分がどういうことをやるとなんか見栄えがいいかっていうことを考えているようにしか見えないので、ちょっとだから そこが心配です、はい。まあ、今回だから、まあ、50% になりました、即にっていう感じではないようではありますけどね。まあ、そうですね、はい、やっぱりちょっとあのかなり詳細に分析してやるべきだと思いますね、はい。そのやっぱり緊急事態宣言出すとなるとやっぱり副作用も結構ありますから、はい、やっぱバランスを見て、あのやる必要があると思います、はいはい。まあ、副作用、経済的な副作用大きいですもんね、はいはいはい。続いてはこちら、日本経済新聞、バイデン大統領5月来日打診。アメリカ政府がバイデン大統領の来日の時期を5月とする案を日本政府に伝えていたことが分かりました。日本とアメリカ、あとオーストラリア、インドによるクアッド、この首脳会議の開催に合わせるとしています。日本とアメリカは韓国を交えた3カ国外務大臣会談、12日にハワイで開く日程で調整しています。中国の強権的な活動は収まらず、北朝鮮もミサイル発射を活発化しています。日米はインド太平洋での同盟国、友好国との関係強化に動いて結束を打ち出すということなんですが、この動きいかがでしょう。
そうですね、まあ、ここでまあ韓国と出てきたんですけど、はい、まあ、韓国はだから中国に寄りたい勢力が国内にかなりいて、まあ、日本にもいるんですけども、まあ、そのインドとかまあオーストラリアって特にオーストラリアなんて今非常に中国に対しては強硬的なあれなんですけど、はい、やっぱアメリカとして見るとやっぱ日本と韓国を、まあ、自分側につけるっていうことがやっぱりこの東アジアの安定には、まあ、あの必要不可欠だと思うので、たださやっぱり韓国はかなり中国による勢力が中に多いので心配ですね。でアメリカにとってですね、クアッド首脳会議の狙い対中国の抑止にあります、まあ、中国による日本や台湾への威圧的な行為一段と鮮明になっているという、まあ、確かにこう動きはありますもんね。そうですね、まあ、台湾、まあ、あの月曜日に内藤先生は武力侵攻はないんじゃないかという話はされてましたが、はい、まあ、多分おそらくだから中国が進むと武力で確実に取れるってなったら動くと思うんですよ、はい、やっぱりその今はまだそういう状況じゃないからっていうことだったと思うんですけども、やっぱりあのぼーっとしてると本当にもうあの 100% 取れる武力で取れるって分かったら多分取りに来る可能性は結構あると思うので、はい、やっぱりそこは気をつけなきゃいけないと思いますね、今はですからこの中にそろりそろりと入ってきてるという状況ですかね、はい、よくサイレントインベージョンって言いますけども、はい、ただ今サイレントインベージョンがそのいわゆるそのサイモンさんって聞かなくなってるのはそうですね。そうするとやっぱり強硬的な手を打つかっていう可能性もあって、それ特に今そのバイデン政権がレームダックで、はい、要するに2024年になったらこう共和党の大統領になるかもしれないので、はい、それまでってある意味で言うとチャンスにも見えると思うんですよ、中国からしてみると、でそういう意味で言うと今後、まあ、3年は非常に危険な状態が続くとは思いますね、はい、でアメリカが相次いでこのインド太平洋での同盟国などとの関係強化に動くのはウクライナ情勢の緊迫もあると指摘されています。対ロシアに軍事外交面でリソースを割かざるを得ず、中国北朝鮮への抑止力十分に働きづらくなっていると言います。このあたりはどうですか。いやこれはまさにそれを狙っている部分はあると思いますよね。あのアメリカとかまあヨーロッパがこう要するにウクライナ問題にこう目を向けている間にこの手薄になったアジアの方で何かをことを起こせないかっていうのは当然オプションとしては中国が考えてると思うので、はい、本当にこう気をつけなきゃいけない状況だと思いますね、冒頭でもお伝えしましたけれども、そのアメリカ政府がバイデン大統領の来日の時期を5月とする案を日本政府に伝えていたと、まあ、これは、まあ、ついでといってはなんですけども、クアッドの首脳会議の開催の時っていうことはまだ岸田総理、まああのね、そのインターネットを通じてとかリモートではやってますけれども、直接行くだとか あとはその日本のために単独に来るとか、ちょっとそういう動きとは違うんですよね、まあ、ただ今だから世界情勢がかなり大変なんで、はい、まあ、日本の人はやっぱり日本のことしか見ないから、こう岸田さんが悪いんじゃないかとか、はい、林さんが悪いんじゃないかって話をしますけど、まあそういうその子供じみた話ではなくて、おそらく今世界情勢が大変すぎて、はい、要するに日本単独ではちょっと構ってられない、ただやっぱり東アジアの問題は大変なので、うん、クワッドっていう枠組みでっていうことなんじゃないかなと私は解釈してるんですけどね、はい、続いてはこちら、産経新聞、衆議院が人権問題決議。衆議院は昨日の本会議で中国による新疆ウイグル自治区などでの人権問題に関する決議賛成多数で採択しました。4日の北京オリンピック開幕前に人権を重視する姿勢を示した形ですが、盛り込む予定だった人権侵害、非難、この文言は公明党の要請を受けて削除され、中国を明示することも避けました。決議は深刻な人権状況に象徴される力による現状の変更を国際社会に対する脅威と認識すると強調して、深刻な人権状況について国際社会が納得するような形で説明責任を果たすよう求める内容です。日本政府にも建設的な関与を求めました。また新疆ウイグル、チベット、南モンゴル、香港等と列挙して、新疆の自由への侵害、あと強制収監などに対する国際社会の懸念、これを指摘しました。参議院も北京オリンピック後にこの決議採択を目指します。中国による人権問題、日本政府のこの対応ですが、柿谷さんいかがですか。まあ、中国と入らなかったといっても、そのウイグル、チベット、南モンゴル、香港といえば、まあ、中国
のことだというのが、ね、分かるので、はい、そこがないっていうことに関してはそれほど強く言う必要はないと思うんですが、やっぱりその人権侵害と非難という文言が公明党の要請を受けて削除されたというところにはやっぱり注目すべきで、はい、なんか人権を謳ってる党とか言ってるんですけど、まあ、そうじゃなかったということがこれで明らかになったということですよね、はい、これどうしてその削除するんですかね。やっぱりこれはですね、実はですね、アメリカのシンクタンクのレポートなんかにも出てるんですけど、はい、これやっぱ公明党と中国の関係ってかなり昔からやっぱ強くて、日中国交正常化の時から実は関係があってっていうことを、CSIS っていうアメリカのシンクタンクがそうレポートで出してて、そのかなりやっぱ中国と深いつながりがあるっていうのは、まあ、日本でもよく知られていることだと思うんですけども、はい、アメリカなんかも把握しているような そのぐらい深いつながりがあるんですよね、中国に対して厳しいことは言えないということですよね、はい、で明後日北京オリンピック開幕です。2月4日、中国のこの政府当局はですね、オリンピックの精神、あと中国の規則に反する発言をしないよう外国選手に警告を発しています。オリンピック出場経験のある選手らは北京オリンピック、ですね、これ今回あさって開幕しますが、この北京オリンピック中に選手が人権問題に抗議の声を上げた場合、その身に危険が及ぶのではないかという懸念も明かしているといいます。これですから何かこう少し触れた、もしくは声を上げた選手がもしかしたら処罰されるかもしれないってことなんですかね。いや、まあ、中国だったらありえるんですが、ただ、まあ、私はもともとはやっぱりスポーツと政治を分けるべきだと思ってるんで、はい、そういう抗議のことをやっぱりそのオリンピックの場ではやるべきではないと私は思ってるんですね、はい、ただ東京オリンピックの時はそういう政治的なアピールをしてもいいような雰囲気に変わってますよね。だいわゆる左翼運動的なものに対してはいいんだけど、中国で人権問題を言うのはダメってことになるとダブルスタンダードになるので、だから元からやっぱりその政治的なアピールをしないっていうことに投資してればよかったんですけれども、そこがこうブレてるのでこういうようなことを議論しなきゃいけなくなって、逆にその二重基準があらわになっちゃったっていうことだと思うんですよね、ごちゃごちゃしてきちゃったってことですね、はいはい、さあそれではここからはですね、掛谷さんにはこのテーマで話を聞きます。オミクロン株の基準に変更必要、厚労省は新たな指針。政府は新型コロナウイルスのオミクロン株の濃厚接触者の待機期間について、一般人は10日から7日間に短縮、エッセンシャルワーカーについては2回の検査を組み合わせて5日目に解除する方針発表しました、まあ、緩和されたということなんですが、このあたりは掛谷さんどう見てますか。そうですね、私はまあその専門家ではないので、はい、いつも海外がどういう状況かっていうのを、はい、調べて、まあ、それをその発信するようなことを今までやってきたんですけど、これは今あれですね、その北欧とか、まあ、特にデンマークなんていうのはかなりもう一気に緩和の方に向かうような動きが出てまして、でデンマークってやっぱかなりこう感染者も多いんですけれども、やっぱりその重症化の率が低いということで、ヨーロッパの国々、北欧も含めて、あるいはスペインとかいう話も出てましたけど、今そういう緩和の方向に、ヨーロッパは動いてるっていうことは一応あります。あ、はい、ヨーロッパがそういう方向に動いてると、はい、でこの濃厚接触者の短縮期間ですけれども、まあ、短縮しなければ社会が回らないという意見ももちろんありますし、あと短縮して大丈夫なのか、まあ、こういうこの意見もある、まあ、両方意見があるかと思うんですが、掛谷さんこのあたりはいかがですか。そうですね、まあ、私先ほどのニュースは実はヒルっていう、まあ、アメリカの、はい、私、まあ、北欧の言葉は分からないので、まあ、それで見たんですけど、やっぱりその北欧諸国ってかなり透明性があって、こういう議論をかなりこう利権とか絡めずにやった上で議論した上でそういう結論になっているということのようですね、はいはい、あだからまあ、回した方がでも大丈夫、短縮しても大丈夫だと、はい、まあ、回していいだろうという判断にいろいろオープンな議論した結果そうなったようです、はいはい、でその緊急事態宣言ではなくてまん延防止等重点措置であるという、まあ、この現状でありますけれども、これその医療崩壊を考えると緊急事態宣言の方がいいのではないかという、まあ、こういう声も上がっていると聞きますが、掛谷さんこのあたりはどうですか。まあ、これも先ほど申し上げました、はい、医療崩壊がこのままいくと起きそうかどうかっていうのはある程度、はい、今の感染の増え方とかを見て計算できるので、はい、その辺を見て、あ、このままだと放置するとやっぱりその病床が 100% 近くなるなと思った段階で緊急事態宣言ということで、だからそこはちゃんとある程度、はい、
まあ、先にあのピークアウトした国もあるので、そういうデータも見ながら今後どうなるかを予測して、それに基づいてやればいいと思いますね。はい、はい。でこのオミクロン株についてなんですけれども、重症化しないならインフルエンザと同じではないかと、まあ、こういう声も聞かれます。まあ、これ決して侮ってるわけじゃないんですけれども、私たちはこのオミクロン株とどう向き合えばいいのかってところですね。いやこれはもう難しいですよね。ただやっぱり結局さっき言った医療崩壊が起きないような形で、うまくなんかこう、まあ、皆さんがまあ集団免疫に近づいて、はい、収まるのを待つっていう、まあ、外国ではそういう動きを早く、感染の数が立ち上がったところはそういう動きになっているので、まあ、ちょっとやっぱりこうよく様子を見てということにはなると思いますね。はいはい。あとはその子どもへの感染力が強いことも今回問題視されています。まあ、保育園とか幼稚園、こちらが休園になるなどというこのニュースも連日目にしてまして、例えば昨日東京都、その感染者がですね、14,445人でした。まあ、そんな中で感染経路が分かっている人の中で家庭内が一番多くて 63.5% ではありますが、施設内ではこれ 18.6%、 やはり保育園、幼稚園、小学校と、まあ、こういったところが多いんですよね。このあたりは掛谷さんどうご覧になってますか。まあ、そのやっぱりあの子ども、まあ、活発に動き回って、はい、あの感染させるということあるかもしれませんが、まあ、重症化率は年がまあ若いと低いということではあります。はい、ただ率が低くてもやっぱり数が多くなるとっていうのはあるので、まあ、その学級閉鎖をしているところもありますけど、はい、まあ、ちょっとだからピークがあまりにも急に立ち上がってしまうとっていう、やっぱり分母が増えるとどうしてもあの分子が一定の数になってしまうので、割合が一定、そんなに多くなくても、はい、なので、まあ、ちょっとこうやって少し緩和するような動きは、まあ、一時的には仕方ないかなと思いますけどね。はい。まあ、これも私の知人がこの言ってた話なんですが、子供がいてですね、一日熱出てもうすぐ治っちゃったみたいな感じになってると。だから今掛谷さんおっしゃったみたいな重症化は、まあね、全部その一概には言えませんけれども、どうもそうでもないみたいな、まあ、統計でも私見てもやっぱり、重症化の率は特に年が若いほど低いってことは、まあ、もう今までもずっと出てますし、もうオミクロン株でもまあ、さらにその傾向は出てるので、はい、ただやっぱりそうは言っても一定の非常にごくわずかの間で重症化すること可能性ありますので、そうするとみんながかかってしまうと、やっぱりその、重症化の人も増えてしまうので、まあ、ちょっとこう慎重になりながら、まあ、多分あとに他の国の例を見ると、1、2週間で かなり安定はすると思うので、ちょっとその間は休園にするというようなこともやむを得ないかなと思いますね。はい。さて、日本オミクロン株が猛威振るってますけれども、専門家が警戒しているのはこのオミクロン株からですね、派生した亜種の BA2、 通称ステルスオミクロンと呼ばれるウイルスだと言います。掛谷さん、これどういうものなんですか。ですね、私今いろんなその変異株の遺伝子を解析するのをですね、はい、ちょっと海外の研究者と今までの専門と違うんですけど、ちょっと一緒に始めてまして、はい、で、まあ、オミクロン株ってもともとちょっとお話した通り非常にスパイクタンパクに変異が多くて、はい、異常が多いんですけど、でこのBA2 っていうのはですね、まあ、スパイクタンパクにもともとの BA1 の方はですね、はい、まあ、ちょっといろいろあるんですが、29から32ぐらい変異があるんですが、はい、でその1個ずつちょっとアミノ酸が入れ替わる変異以外に、大きく脱落しているところと、まあ、ちょっと挿入しているところっていうのがあって、はい、その脱落がないパターンになってるんですね、この、BA2 の方は、まあ、ちょっとそこら辺までは追ってるんですけど、あとちょっと細かくはこれからちょっと分析してみないとわからないという状況ですね、はいはい、ちょっと目立った違いはそういうところがあります、はい、よく言われるのが、ですからこの今までのこのオミクロン株、その BA1 ですか、はい、が分かるんだけれども、その例えば検査で、それがこのその時点ではこの BA2 が分からないみたいな。そうですね、だから今まではその、脱落が長く起きているところが非常に特徴的だったので、はい、そこを見てたらしいんですね、オミクロン株検査の時は、とかそれがないので、ちょっとそうやって見てたんですね、はい、だから検査の時にちょっとその今までのやり方だと、オミクロン株の他の部分はオミクロン株の BA1 に似てるんですけど、そこだけ違って、今まではそれが特徴的なんで、それを見てたので、
ていうところがあるみたいですね。だから、はい、今回それがないから、はい、分かんないよ。元々の株とそこの部分はに関しては一緒なので、ということですね、はい、そういうことなんですね。あとイギリスの保健当局、ロンドンのあるこのイングランドで、今月24日の時点でステルスオミクロンが1072件確認されていることを明らかにしました。イギリス保健当局によれば、今のオミクロン株よりも感染力はやや高いということですが、やや高いんですね。そうですね、まあ、ちょっとこれは多分観察的なあれだと思うんですけど、ちょっと延期ハラスから見てなんで感染力が高くなっているかで、オミクロン株のもともとについてはなんで感染力が高くなかったかということはいくつかちょっと分子生物学的にも分かるところがあるんで、ちょっと、こちらについてはまだちょっと解析できてないの で、 そうです、これからですね、はい。あとそのウイルスに対する防衛となると、その、まあ、ワクチンもちろんなんですけども、それ他に治療薬もね、これ早くできる早くできないかな、まあ、国産の塩野義あたりは、はい、少しニュースにもなってますけれども、まだ時間かかりそうですかね。なんかこう結局、このままその薬ができる前になんか集団免疫ではなんか下がっていって終わるという可能性もありますよね。私心配なのはだから、また全然違う変異株が出てくるという、だから今までの免疫がであと対処できないようなものがまた出てくると怖いなとは思うんですけどね、はい、そうすると今までのこのワクチンもあと経口薬も含めて歯が立ちにくくなると、はい、まあ、薬については、いわゆるそのウイルス伝播に効くような薬の場合は別に多少変異したからといって、まあ、効くのは効くかもしれませんけれども、だからそのワクチンはどんどん変異がするほど効かなくなりますし、はい、あとはその非常に大きく変異してしまうと一回なった人もまたなるっていうことが起きるので、まあ、まさにオミクロン株でそれが起きてますよね、なのでだからワクチン打った人もあるいは前かかった人ももう一回かかる、まあ、実際前かかった人ってのはかなりかかりにくいと思うんですけども、それでもまあかかるケースがあるので、いやだから本当に心配ですね。いやだからそれがまあ自然に変異起きてるだけないんですけど、研究所でいろいろやってるうちにまた流出してっていうことだとすると、いやオミクロン株はその確率が塩基配列の分析数が非常に高いんですよね。そうなんですね。だから私本当お勧めしたい、世界でやっていただきたいのは、いっぺんこのウイルスのこう、いわゆる変異をとかをさせる研究を世界中でいっぺん全部ストップして、そういう能力のある研究室を世界中でいっぺん閉鎖してみると、そしたらひょっとしたら大きな変化が起きないっていうことになったとすると、今まではっていうことになりますよ。いや私そういうことをいっぺんちょっと大胆にやってみてもいいと思うんですよ、こういうその変異をさせるようなウイルスの変異させる能力のある施設を世界中でいっぺん全部立ち入り禁止でストップすると、いうようなことをやってみてどうなるかっていうことですよね、だってこれ全世界的なことですもんね、まあ、実際その台湾では本当に漏れたっていうことが明らかになってるケースもあるわけで、いや本当に今世界中のその生命科学の研究っていうのが本当に危ないというか、まあ、実際もともとあれですからね、今アメリカで情報公開出てきたので、ファウチの前の多くの研究者は2020年の1月2月の段階で、これは人口なんじゃないかってみんな言ってたんですよ実は。それを弾圧して表では絶対自然天然だって言ってたんですから、だからもう世界の生命科学者の倫理ってもう本当にもう何度も繰り返しになりますけど、もう破壊されてます、ファウチってのはアメリカのトップですね、要するに日本のお店に対応するようなアメリカの指導者が、とその周辺のウイルス学者が中では研究所起源だろうというふうに言ってたんですよ、それを情報抑え込んだんですよね。もう本当に科学者じゃないですよね、そういうことやる人は。そうですね、時刻8時37分です。おはよう、テラちゃん。時刻8時38分です。今朝のコメンテーター、筑波大学システム情報系准教授、掛谷秀樹さんです。大学入学共通テスト世界史 B の試験問題撮影した画像、これが流出した問題、女子大学生が家庭教師紹介サイトや東大生らを巻き込みながら不正行為に及んで、電子機器を使った巧妙な手口、試験監督も見抜けませんでした。文科省、この春以降防犯の専門家にも意見を求めて対策を議論、昨日から私立大学の個別入試が本格化する中、背景としてテスト偏重の
受験システムの影響を指摘するこの声も上がり始めています。まあ、今回のカンニング受けてですね、浮き彫りになったのは試験監督に頼る現行の会場運用の危うさだといいます。女子大生が共通テスト受験した大阪府内の会場ではスマホの不正使用で注意を受けた受験生はいなかったと捜査関係者語っています。まあ、試験監督については細かい運用会場側に委ねられているため試験監督のレベルもまちまちだということなんですが、柿谷さんこのあたりいかがですか。まあ、一応ですね、私も監督業務をやることはよくあるんですけども、一応共通テストとかセンター試験に関しては、全国的にこういうことをしろという指示はあるので、運用は大きな運用は投資されてます。はい、ただやっぱりこう細かいところみんな難しくて、これ究極的にはやるとしたら、電波ジャミングするとか、あるいは遮断だ、ジャミングは妨害電波ですね。あるいはこう電波室にするのはお金かかるんで、だからこれ電波法の問題があるんで、ある種こう特例でそういうのを認めていただくことで、とにかく通信をできないような状態にするっていうのがかなりハードなやり方としてはあるんですけど、そこまでやるかっていう議論は当然あると思いますね。はいはい、時刻8時40分です。文化放送テラちゃん、おはようテラちゃん。時刻8時51分です。今朝のコメンテーターは筑波大学システム情報系准教授柿谷秀樹さんです。ビジネス最前線、この時間は通信企業による車の特許料要求について話を聞きます。フィンランドのノキア、NTT など世界の通信関連企業48社がインターネットに常時接続するコネクテッドカー、つながる車の部品について、トヨタ自動車、ホンダなどに特許料の支払いを求めていることが分かりました。1社あたり最大で年200億円近い負担となりまして、次世代車のコスト増につながる可能性があります。で、通信規格 LTE4G ですね、この特許料の交渉を担うアメリカ企業のアバンシ、これを通じてトヨタとホンダ、日産自動車の国内車のこの大手3社に関連特許、これを包括的に使う代わりに車1台あたり15ドルの支払い求めています。で、車の所有者が通信機器を使うかどうかにかかわらず車メーカーに請求します。で、アバンシはパテントプールと呼ばれる関連特許を持ち寄って共同で交渉する企業です。ノキア、あとアメリカのクアルコム、オランダフィリップスなどが参加していて、国内企業からも NTT、ソニーグループ、パナソニック、シャープなどが加わっています。国内外の48社が参加、この48社で 4G の基盤となる標準必須特許の7割を持つといいます。この通信企業の要求ですが、柿谷さん、この今のお話聞いてどうお感じになりますか。パテントプールで思い出すのが、私NHK だけ映らないテレビというのを使いましたけど、あれもですね、アルダージというパテントプールが、そのテレビ関係の特許のパテントプール持ってて、そうですね、だから一から NHK だけ映らないテレビを最初からその状態で売ることは、ここの特許に抵触してできなかったんですよ。そう、でなので元々売ってるものを改造するということなら、ある程度その辺の問題クリアされるので、そういう形でやったんですね。でこれもだから、その結局車に組み込みになるとこういう話になるので、その通信部分と車の部分をなんかオプションにして、なんかそこの、もちろんそうするとちょっと若干コスト高になる部分もあるんですけれども、そういう手もあるんですが、ただそういう設計をすると最初から全部一体にするよりはコスト高になるのと、この15ドルの支払いをどっちを取るかということになるんですが、ただこれあれですよね、何年契約でやるか分かりませんけど、最初15ドル支払い認めて、その契約が切れたという更新の時にものすごいこう値上げされるとかいうリスクもあって、でかなりその技術に依存する状態になってしまうと、そういう将来ものすごいお金をたかられるリスクもあるので、だから、こういうそのパテントプールの中にこう車の会社も入っちゃえば、そこら辺がうまく制御は効くんですけど、なかなか難しい問題ですよね。今柿谷さんおっしゃった、そこに車メーカーも入っちゃえばっていうのは、技術を
まあ、そうですね、だから自分たちでも開発部隊を持って、その特許を出して、だからそのある種特許の持ち合いの状態をしてしまうと、まあ、結構そういう あれなんですよね、どの企業も特許をたくさん出すのはそうやってお互い持ち合うことによって、向こうが無理な要求したときに、じゃあこっちもこの特許を使わせないよというような形でこうバーターになってっていうところで、そのためにあの企業ってたくさん特許を出すんですよね。だから自動車メーカーもそういう部門を持って、そのある種こう牽制をするっていうのは一つなんですけど、まあもちろんだからそういう部門を持つことにもやっぱものすごいコストがかかるので、まあだからなかなか難しい問題だと思います。まあ、買収しちゃうと、買収するって言ってもありますけどね、弱い、この中の弱い企業、この48社の中の弱い企業を買収しちゃうっていうのもありますよね。はい、ああ、そうか、そういうふうに考えていくんですね。はい、で、部品会社との費用の分担なども含めて、この車3社がですね、支払いに応じるかどうかは不明と、応じれば年に数十億から200億円近い使用料になると見られます。で、トヨタは2022年3月期に、グループ全体で1029万台販売する計画です。で、全社に通信機を乗せて特許を使うと、およそ180億円の支払い、これが必要になる計算です。で、海外勢ではドイツ、BMW などが1台あたりの特許料15ドルの支払いに応じています。メルセデスベンツグループ、こちらはですね、21年6月 4G の特許をめぐる訴訟でノキアに特許使用料を支払うことで和解したということ、まあ、こういう過去の動きもあるってことなんですね。まあ、日本はだいたい外に習いなんで、まあ、払うことになっちゃうんでしょうかね。ですか。はい、以上ビジネス最前線でした。文化放送おはようテラちゃん。今朝のコメンテーター、筑波大学システム情報系准教授、掛谷秀樹さんです。朝日新聞からです。東京京王線車内で去年10月、乗客が男に刺されるなどして17人が重軽傷を負った事件を受け、京王電鉄昨日新たな安全対策をまとめました。早期に電車内の状況を把握するため、リアルタイムで映像を共有できる防犯カメラを全ての車両に導入する予定です。京王電鉄によると、死傷事件があった車両には防犯カメラがなく、現場の特定や車内の状況を把握に時間がかかりました。新たな対策では、京王線と井の頭線の合計873両で車内の映像を指令所で即時に確認できる防犯カメラを設置すると、タブレットなどで乗務員も確認できる仕組みも検討するとしています。また69の駅のホームの上にも防犯カメラを導入し、来年度末をめどに設置完了を目指すとしています。まあ、こういう動きがありますが、掛谷さんいかがですか。まあ、私昔からその痴漢防止とかでもう全部の車両にカメラつけてしまえばいいと思ってたんですけど、まあ、カメラも安くなったん で、こういうことができると。ただ数が増えるとこれ監視が大変なんですよね。で、今それで出てくるのが要するに人工知能で、要するに人間がまあ最終的には監視するんですけど、ちょっと異常そうなものは監視の人に教えてあげるという具合にすると、873台カメラがあっても1人でそれをまあ監視できると。だからどれのカメラを注意すればいいかっていうのを人工知能が教えてくれて、なんかこれおかしい、異常だよってことを知らせて、監視の人がそれを見て確認して伝えるというようなことがこれから出てくると思います。はい、今朝のコメンテーター、掛谷秀樹さんでした。掛谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は、国丸ジャパン極みをお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。